はい、えー、今回ね、ハロウィンに、とてつもない恐ろしい事件が起きましたね。まあこういう風なね、脈絡もなく、人を切りつけたりとかね、死刑になりたかったみたいな無茶苦茶な理由で、もうその辺の人にね、切りかかってくる。まあ日本なんてのは戦争もないのになぜこういうことが起きるのかなと思っちゃうわけなんですよ。で、こういう風な避けがたい事件ってのは、これからもう起きると思いますし、増えるとも思うんですよね。 その時に私が考えているのは、いかに防衛するかなんですよ。まあですんで私たちは、危機の時代にいるというふうなことを自覚してですね、平和で豊かな日本に住んでいるという幻想を、やっぱ捨てていかなくてはならないかなと思います。具体的にはね、薄暗くなってから、女性が一人でウォーキングやジョギングをしたりとか、それから子供を遅い時間に外に出したりとか、一人で え、何かね、歩かしたりとか、本当に窮屈なんですけども、男性といえどもね、何かことが起きた時に、走って逃げる。2本の足で戦うよりも、2本の足で逃げる。ということをね、準備にする必要があるかなと思いますんで、いつでもダッシュできるような足腰を作っておく必要があると思うんですよ。まあ、あと簡単なご真実ですよね。やっぱこう、胴体を刺されると致命傷になりますので、少なくとも2本の腕で、 体を守れる、頭を守れるような、俊敏性を身につけておかなくちゃいけないかなと思います。なんかね、寂しいことなんですけども、人を見たら警戒しなくてはいけないのかなと。よく、人は見た目で判断するなって言われますけども、やっぱりね、妙な格好をして、事件を起こす人っていうのもいますし、うん、やっぱそれだけではないんですけども、見た目で判断するしかないんですよね、こうなったら。あ、なんかあいつ危ねえのかなとかね。なんか変わってるなと。警戒しようかな。 顔つきおかしいな。まさに、こんなね、見た目で自分の命を防衛しないといけないっていうのは悲しい時代なんですけども、ただ、人は認めんじゃないよっていうふうにね、見た目じゃない見た目じゃないっていうふうに考えていったら、じゃあ何で見分けて、何を危険とするんですかってことになるわけですよね。ちょっと残念な気持ちもありますけども、こういうふうな事件が起きてくることを、私が今までのね、人生を振り返っても、 何度もありました、こういうことが。秋葉原の殺傷事件もそうですしね。あの、介護施設のね、なんか連続殺人もそうですし。いや、それでね、ローカルなことで言えば、広島県の廿日市は、通勤途中の人をね、なんか踏切の近くで、傘で目をついて殺したみたいな事件もあるわけですよ。で、私が今住んでる地域でも、アパート、マンションにね、いきなり人が入ってきて、その住民を、 殺してしまったみたいなね。あれ未だにどうしてなのか分かりませんけども、こういうふうな脈絡もない事件、殺人ってのがある時代なんですよね。まあ、ですんで、警戒に警戒を重ねて、寂しいことですけども、人との縁っていうのが、袖触れ合うも多少の縁と言いますけども、まあ犯人とね、被害者という縁もこの世の中には存在するんだなと思うばかりなんですよ。うん。本当に嫌な世の中になりましたけども、 もしかしたら今までも知らないだけでこういうことがね起きていたのかもしれません命を守るためそして家族や友人を守るために知恵と力をつけていかなくてはいけないかなと思うそんな事件でしたねえ今回ね本当に被害に遭われた方にはお悔やみというお悔やみって言ったらね死んだことになっちゃいますけども本当にお見舞い申し上げたいと思いますね怖いですねハロウィンもバカ騒ぎやってられないかなっていうところです もうハロウィンもコリゴリですね。えー、それでは。